Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、トモです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は、人はなぜ自殺をするのか。人はなぜ自殺をするのか。Why do people commit suicide?そういうテーマでお話をしたいと思います。今日は特にですね、自殺という、こうテーマに、興味関心がある方だったりとか、まさに今ですね、そういう思いに駆られているとかですね、そういう人が実は周りの大切な人に、家族や友人にこういるという方ですね、ぜひそういう人にご覧いただきたい内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。この動画を通してですね、少しでもこの自殺をする人をですね、減らす一助となれば幸いです。はい、なぜ人は自殺をするでしょうね。あなたはどう思いますかね。はい、結論からお伝えします。なぜ僕が思う、なぜ人は自殺をするのか、答えはですね、わからないんですよ。はい、答えはわからない、 unknown なんですね。はい、なんでか、はい、なんででしょうか。それは死んでしまった人にですね、死んでしまった人に対して、あなたなんで自殺してしまったんですか、 Why did you commit suicide ってですね、聞くことができないからなんですね。まあ、それはジョークでも何でもなくて本当のことなんですけど、実際にそれが聞けたらですね、どんなにそれが参考になるかとかですね、僕らにとっての その知恵になるかとか、要は自殺を避ける防ぐためのですね、自分もそうだし周りの大切な人もそうだし、それが分かると思うんですけど、いかんせんそれが分からない、死人に口なしって昔から日本では言いますね。本当にそうで、死んでしまった人に、なんであなたは自殺したんですかって聞けないんですよね。だからそれが一番辛い、それが一番辛い。でもそれだとですね、動画の本末転倒というか、内容がなくなってしまうので、それは一番の結論としてはですね、答えはない、分からないということなんですね。分かりたくても分からないことって人生たくさんあると思うんですけど、この問題に関してもそうなんですね。僕はどういうふうに思うかですね、どういうふうに思うか、なんでじゃあ人は自殺をするのか。僕が思う理由というのはですね、意味を見出せないからなんですね。意味を見出せないから、意味を見出せない。例えばいろんな辛さがありますよね。経済的な困窮でとか、孤独感に押しつぶされてとか、絶望してしまって、人間関係が壊れてしまって、希望が見出せなくてとか、いろんなその形の苦しみってあるんですね。苦しみって本当にいろんなタイプがあって、先ほど言ったような病気をして身体的に苦しむことだったりとか、家がなくなってしまって物理的に苦しむ人とか、持っていた資産が詐欺にあって奪われてしまって全財産を失ってしまった経済的な苦しみとか、もし例えば神様を信じている人だったりとか、仏様を信じている人であるならば、その信仰心が失われてしまったとかですね、その霊的な苦しみ、いろんなその苦しみっていうのがこの世には、あるわけ、いろんな痛み苦しみがあるわけなんですね。そんな中で、例えばどんなその苦しみをしても、孤独感だったりとか、体の痛みだったりとか、そういう苦しみがあった時に、そこにこう意味を見出すことさえできれば、あなたはその苦しみを乗り越えることができる。たとえ乗り越えられると思っていなかったとしても、それをするためのですね、生きる理由、生きる動機、モチベーションをあなたは見出すことができる。これが結論に、本当の結論とかですね、というわけですね、になるわけです。なぜ人は自殺するのか、理由は僕らには分からない、残念ながら分からないけれども、生きる理由さえ見つけられれば、生きることの意味さえ見つけることがあなたができれば、生きるっていう選択をすることができる。これが今日の 本質的な一番の結論になるわけですね。はい、なんで僕はそうに思うかというとですね、エリー・ビーゼルさんという方がですね、エリー・ビーゼルさんじゃなくてですね、ビクトル・フランクルさんですね、すみません、エリー・ビーゼルさんは愛の反対は、憎しみじゃなくて無関心だって言った人なんですけど、今回ご紹介したのはビクトル・フランクルさんですね。ビクトル・フランクルさんが、というですね、方がいました。ナチスのですね、生存者なんですね。強制収容所に入れられて、そして生存された方で、本当に偉大な方でですね、アメリカに渡って後に本当にその、教えをこう人に広めたような素晴らしい方なんですけど、その方がおっしゃってたのは、人はですね、何によって壊されるか、それは、人は苦しみによって壊されるのではなくて、
意味が見つけられない苦しみによって人は壊されるって言ってるんですね。人は苦しみのみによっては壊されなくて、意味がない、意味が見つけられない、意味のない苦しみによって人は壊されるって彼は言ってるんですね。でそれは本当に僕も正しいなって思うんですね、うん。先ほど、エリ・ビーゼルさんの、言葉も引用しましたけど、やっぱりその The opposite of love is not hatred but indifference って彼は言ってたんですけどね。やっぱりその苦しみって、孤独感って先ほど言いましたけど、例えばその無関心をですね、人からこう受けて、僕の場合は中学校高校ってですね、生徒に無視されてですね、すごく寂しい孤独な思いをしたんですけど、その中自分の親友とか先生とか、僕の父親がすごく助けになってくれたんですが、そんな中でこの人からのこの無関心、無視っていうのは本当に無関心の一番の行為の一つなので、そういうことを受けて本当に心が孤独になってしまって、すごい辛かった思いがあるんですね。で本当にもう嫌だなって思ったりとか、死にたいと思ったりとか、その時すごくしてました、すごくわかるんですね、愛の本当に反対って無関心だし、それ本当に人を攻撃する一番のツールの一つになりうるし、そこには愛はないし、それによって本当に心は苦しむわけなんですね。それは一つの例でしかないんですけど、僕にはですね、本当に自殺を目の当たりにした経験っていうのが、2回ほどあるんですね。一つは、目の当たりにしたっていうのは、その目の前でその人が死ぬわけじゃなくて、大切な人というか僕が関わった人なんですけど、一人はですね、僕の親友が、自殺をしたんですね。10年以上かな、結構前の話に、なるんですけど、僕が26歳の時なんで、12年前ですかね、僕の本当に大切なビッグブラザーと呼べる親友がですね、自殺をしてしまいました。で、その動画をですね、別に親友の自殺っていうテーマで出しているので、興味がある方はぜひご覧いただきたいと思うんですけど、本当に打ちひしがれましたね、僕自身も、本当にもう3ヶ月ぐらい仕事もろくにできないし、食事も喉を通らないし、そういうぐらい本当に僕自身がすごく辛かったですね。仲間とも一緒に悲しんだり涙したんですけど、その時一番辛かったですね、で、その僕の親友はですね、先輩であり親友なんですけど、その先輩自身もすごい辛い、経験をしたりしていたんです。孤独感に本当に打ちひしがれていたわけですね。さっきの僕の話の例じゃないですけど、例えば、彼自身、一度本当に結婚して幸せな時間があったんですが、その結婚が破綻をしてしまって離婚をしてですね、ずっと一人の生活を続けていたりとか、そもそもその父親母親からこう感動されてですね、もうそういった本来は居場所であったりとか心の平安を感じる家庭ってものがもうなかった、そして最愛の人を見つけたがいいけれど別れてしまった、もうそれだけでも聞いただけでもすごく辛いんですけど、そういったその孤独感をずっとこう抱えながら、ただその人をこう励ますような人だったわけなんですね。僕もその励まされた一人で、今でも本当に感謝してしきれないんですけど、その親友が死んでしまった、こと、それは本当に孤独感だったと思いますし、苦しみ、彼にとっての苦しみは孤独感だったと思うし、そこに本当に意味がですね、もちろん見出していたとは思うんですけど、本質的な意味で見出してなかったのかもしれないんじゃないかなと、思っているんですね。逆に自分がもうちょっと支えてあげたかったなっていうところと、もうちょっとできることあったんじゃないかなって思うところもあったりですね、します、そして2人目はですね、僕の、病院で僕がチャプレンをしていた時の、患者だったんですね、その患者が、残念ながらその、病室で、自殺をしてしまった。僕が担当していた患者の一人だったので、それこそ本当にショックだったですし、その患者も家庭の問題とか関係の問題とかですね、人間関係の問題で本当に苦しんでいて、そういう選択をしてしまった、中には本当にもう逃げられないような状況で、その僕が挙げた2人の、大切な人、のようにですね、そういう状況の中で本当に選択肢がないって苦しんでいる人も本当にあなたも含めてですね、もしかしたら多いんじゃないかなって思うんですね、その中でもぜひ覚えていただきたいのは、選択肢は他にあるってことだったりとか、本当に自分が見えている以外の選択肢がたくさんあって、自分の心を本当に病んでしまうよりはですね、そういった別の選択肢を取るってこともできるんだよっていう、あなたにはその力があるんだよ、選択する力があるんだよ、それもぜひ覚えていただきたいなと思うんですね。
して、その選択することの一つの中に、今回あなたのお伝えをする生きる意味、もっと深く言えば先ほど言った冒頭で言った苦しみの意味ですね。なんでその苦しみが今あなたがそれを経験しているのか、その苦しみの意味、まあ、僕のその親友にとってみたら孤独の意味とかですね、そして、僕のその患者にとってみたら、その本当に人間関係の苦しみの意味、家庭の苦しみの意味、そういったものをこう見出すことができて、そしてそれを理解してくれる大切な人が周りに一人でもいて、そして互いにこう支え合って祈り合って一緒に共にこう生きるってことができる、そういうことができるならばですね、本当にあなたはこう生きるっていう選択肢をすることができると僕は思っているんですね。僕自身が本当にその大切な人を自殺という形で亡くしてしまったからこそ、僕はそういう人をですね、他の動画でも何度もお伝えしているんですけど、そういう人、自殺という形で命を絶つ人を僕は一人でも減らしたいと思ってますし、特に僕が直接知って関わっている人たちにはもう二度とですね、そういうことをする人が増えないで、いないでほしいなって僕は思うわけなんですね。逆にこう生きるっていう選択をして、どんなに辛くても苦しみがあっても、そこに意味はあって、神様があなたと共にいてくださって、神様はあなたを愛してくださって、そこに何か必ず、今あなたは分からないかもしれないけれども、目的がある、理由があるんだ、生きる意味があるんだ、そして苦しみの意味があるんだ、それをこうどうか模索するですね、きっかけにこの動画をしていただければすごく嬉しいです。今日はなぜ人は自殺をするのかというテーマでお話しさせていただきました。この動画が参考になったと感じていただけたらですね、ぜひ高評価やコメントをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録まだの方はぜひですね、登録をよろしければお願いします。今回もご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた。 Thank you so much guys for watching. See you next time. May God bless you, your family and your friends.